はい、皆さんこんにちは、これから私たちはグローバルチャイルド EMDR アライアンスの情報、一緒ならばもっと強くなれるのビデオをお届けします。これは親御さんや養育者の方々に向けた新型コロナウイルス対応策のためのヘルプガイドのビデオです。私は兵庫県で臨床心理士をしています南川と言います。今、新型コロナウイルスが世界中の人々に大きなストレスを与えています。それは子どもたちに対しても同じです。まずはじめにお伝えするのは何よりも大切なことです。それは、親御さんや養育者の方自身が健康でいるためにセルフケアを行うのが非常に重要だということです。皆さんはお子さんたちにとって中心となるような存在です。子どもたちのケアをしようと思ったら、まずは皆さんがご自身のケアをしてあげなければいけません。それは例えば飛行機に乗った時に、酸素マスクの説明を受けますが、酸素マスクはまず親御さんや養育者の方々が先につけてからお子さんにつけますよね。ご自身の安全や安心を確保した上で、お子さんにマスクをつけるのと同じことです。ここからは親御さんや養育者の方々が健康でいられるためのセルフケアについて提案をしていきたいと思っています。一つのセルフケアの方法として EMDR という治療の中の一つ、バタフライハグというのをお伝えします。EMDR についてはこの後説明をさせていただきますが、バタフライハグのバタフライというのは蝶々という意味です。バタフライハグは落ち着いた気持ちとか、穏やかな気持ちを作り出すことができます。まずは、心の中であなたが一番安心できたりとか、ゆっくりと休むことができるような場所を思い描いてみてください。それはとっても穏やかで落ち着いて心地のいい場所です。海辺を想像されるかもしれませんし、山とか森の中とか雲の上とかを想像されるかもしれません。それから目を閉じていただいて、自分がその場所にいることを想像してみてください。ただ自分がそのイメージの中で見ているものとか、聞こえるものとか、ご自身が今触れているものに、気づいてください。それから自分の腕をこんな風に交差させていただいて、ゆっくりとトントンとゆっくり軽く叩いていきます。右、左と順番にタッチしていきます。こういう風に手を組んでいただいても構いません。その間、ご自身の快適な場所で見えているものや聞こえているもの、感触にただ気づいてください。その他のセルフケアの方法としては、お友達やご家族とのつながりを持ち続けるということも大事です。家族に電話をしたりとかメールをしたり LINE をしたりとか定期的に、連絡を取ってみてください。今日はどうしてるとか、お互いを確認したりとか日常会話をするようなことで OK です。皆さんが心の中で感じていることとか経験していることを正直に伝えてみるといいかもしれません。またはマインドフルネスを練習するということもできます。マインドフルネスというのはあなた自身の今現在の気持ちや考えとか体で感じていることをただ観察して注意を向けるということです。それらのどんなものでもいいので良いとか悪いとかという判断を加えずに、ただその気持ちに気づくということが大事です。またご自身を表現するということもできます。絵を描いてみたりとか、音楽を聴いたり、日記をつけてみたり、それからダンスをしてというようなことで自分を表現することもできます。周りを気にせず自分一人でちょっと歌を歌ってみたりとか、落書きしてみたり、ちょっと踊ってみたりというようなことをされてみてもいいです。あるいはヨガとか太極拳のようなエクササイズもおすすめします。
今インターネット等で、無料で、エクササイズの紹介動画などを見ることができますので、今まで取り組んだことがないような新しいことにもぜひチャレンジしてみてもいいかもしれません。それから瞑想です。深い呼吸をしていきます。大きく息を吸って、少し止めて、ゆっくり吐きます。それからまた少し止めます。呼吸をしている間、ただご自身の呼吸に注意を向けていってみてください。それでは続きまして、ともこさんにおつなぎします。よろしくお願いします。はい、私の名前、私はアメリカのオハイオ州で臨床心理をの治療をしているトモコ・シェールドです。今から自分に優しさを向けるエクササイズの例を話したいと思います。まず最初に、自分の気持ちが安らぐような心地よい場所にの体のどこかに軽く手を置いてください。それで今あなたの気持ちに名前をつけてみてください。今こういう気持ちを持っているのは私だけではないということを思い出してください。そしてあなたの心の中で静かにお祈りをしてもいいでしょう。例えば、どうか平和がまた来ますようにとか、物事をうまく受け止められるようになりますようにとか、状況がまた良くなりますようにと、そういうことを静かにお祈りをしてみてください。そしてバタフライハグ、両手を交互に組んで、ゆっくりと手を動かして、ポジティブな気持ちでを深めるというエクササイズをしてみてください。次に、子どもの恐怖や不安、悲しみ、心配はどのように見えるでしょうかということですが、子どもというのは自分の感情をよく行動で表すことがあります。例えば、まとわりついたり、ぐずったり、泣きやすくなったり、機嫌がすごく悪くなったり、焦燥感が出てきたり、反抗的な行動が行うようになるようになって、怒りのエピソードや些細なことでメルトダウン、感情が溢れてもうどうにもできなくてわーっという風になったりすることがあります。あと頭痛やお腹が痛いとか、体の症状が出てくることがあります。あと、いつもよりも静かだったり、あとはいつもよりも警戒心が強かったりなど。あと、最後に遊びの中で出来事に関する心配するような内容な遊びをしたりします。子どもの行動がとっても難しくなってきました。どうしたらいいでしょうか。これは例の一部ですが、例えばゲームを一緒にしたり、会話をしたり、食事を一緒に食べて、お互いのつながりを強めたりもできます。何か悪いことをしたときに罰を用いているアプローチを使わないようにすることも大切です。何か行動が間違ったり、間違った行動をしたりしたときにも、行動をもう一度引き出して対応する、安らかにもう少し子どもの目線で状況を見て、子どもの考え、感情を認めてあげて、良い行動に導くというのもいいことでしょう。あと、歩み寄りをして、お互いに気持ちと意見とをよく話し合って、お互いが納得できる方向に近づけるということもいいでしょう。
あと近藤さんお願いいたします。はい、近藤と申します。愛媛県で医師をしています。よろしくお願いします。これからアクティビティは子どもさんとのつながりを助けるということをやっていきます。親御さん、療育者とお子さんと の自律神経を整えて体を穏やかにすることができると思います。まず子どもさんをあなたの膝の上に乗せてください。でそして後ろから優しく抱っこしながら、先ほどの EMDR のバタフライハグを、童謡や楽しい歌に合わせて、使ってタップしてください。例えば、ゾウさんゾウさんとかですね。あとシャボン玉遊びをするのもいいかもしれません。ゆっくり息を吹いてシャボン玉を膨らむのを見てください。でゆっくり二人でシャボン玉 を見ることが心を落ち着かせる瞑想にもなります。想像のスープ、スープ皿を思い浮かべてください。あつつつつつつ、でもいい匂いですね。でスープの匂いを嗅ぐふりをして、ゆっくりと鼻からたっぷりの息を吸って吐いてください。でまた吸って吐いてみてください。それから最後にレッグアップウォール、これはヨガのポーズで、壁に向かって足を高く上げて仰向けに横たわってください。とお腹とお尻をその姿勢を保ちながら、ゆっくりと上下しながら動かしてください。やってみると結構きついかもしれませんが、とても自律神経を整えるいいエクササイズになると思います。でその他のアクティビティです。粘土遊び、楽しい曲に合わせて手遊び、でお手伝いをお願いするのもいいかもしれません。一緒にお皿は歌を歌いながら洗うのもとても楽しい、子どもにとっては楽しいエクササイズです。でお部屋に毛布を引っ張り出してテントを作る、あるいはフォロー・ザ・リーダーゲームといって、交代で親子交代でリーダーになって、そのリーダーになった人の行動を真似するゲームです。あと、女の子だとお子さんの髪を解いてあげたり、三つ編みしてあげたり、リボンを結んであげたりするのも楽しい安全なアクティビティになるかもしれません。最後に、感覚的なニーズを持つ子どもたちへのアクティビティです。で、感覚遊びによる支援を行うのもいいかもしれません。例えば、縄跳び、ダンス、トランポリン、こういうものはお部屋で安全にできると思います。あるいは、靴下にお米を入れて、手首や足首の周りに結んで、重たくなる感覚を味わうというエクササイズもあります。それからちょっと広めのお部屋だと、お部屋の中にいろんなものを置いて障害物レースを親子でするのも楽しいかもしれません。あるいはそういう全く物を用いなくても、お部屋に2人で寝転がって、一緒にストレッチや他のエクササイズをするのもいいかもしれません。それでは松本さん、よろしくお願いします。はい、沖縄におります臨床心理士の松本です。私の方からはまずこの学校が家で家が学校というところですね。今子どもたちは学校が休校になってます。でお家で勉強するというところで、学校によってはオンラインでの学習が進んでいるところもありますけども、子どもたちも家で勉強するのに慣れていないし、おそらく先生たちもオンラインで授業を提供するのに不慣れな部分もあるんじゃないかなと思います。そういったところで子どもたち が家で勉強する、こういった状況の変化に苦労しています。そしていろんな気持ちが子どもたちに湧き上がってきているかなと思います。先生たちやクラスメートに会えないっていうことの寂しさとか、あとはきっと見通しがつかない、いつまで続くんだろうっていうところでの不安を感じている、
子どもたちもいるんじゃないかなと思います。そういった気持ちがあることを認めてあげるようにしましょう。そして、勉強ですね。お家で親御さんや養育所の皆様が勉強のお助け、手伝いをすることはとってもいいことだと思います。ただ健康的な見方を保つっていうことも大事なんじゃないかなと思います。今はお家で勉強して成績を伸ばすとか、力をいっぱいつけるっていうこと に主、主な目的を置くっていうよりも、養育者や親御さん、皆さんとのつながり、安心できるお家にいて、安心できる養育者の皆さんといて、安心できる、安全だなって、つながっているんだっていう、そういうつながりを子どもたちが感じることの方がより重要じゃないかなと思います。そして、選択肢なんですけども、お家の中で、例えば、今漢字のドリルがあるよって、お絵かきをしてもいいよ、お手伝いをしてもいいと思うよ、どれを選ぶって、どれをやりたいという形で、できる限り子供が、あ、それやりたい、私それやる、僕これやるっていう形で、子供が自分で選べるようにしましょう。そうすることで、子供たちが自分のやる気、お家の中でいて勉強したりするやる気、これを維持することもできるかなと思います。子供の主体性を、ね、大事にしてあげるっていうことですよね。そして、ソーシャルメディアを使ったつながりですね。子供たちによっては、LINE でつながったり、あとは親御さん同士で LINE でつながってるってこともあるかなと思います。クラスメートと LINE などのソーシャルメディアですね、こういったのでつながっていくっていうことを、そういう時間を取るっていうことも大事だと思います。そして、睡眠時間や勉強時間に、スマホやテレビ、ゲームをやらないということでのルールですね。これもとても大事です。睡眠時間は大事だよね。リズムは大事だよねということとか。あとは、普段今本当だったら、学校があるけども、お家でいるよねって、学校がある時間、勉強している時間っていうのは、スマホやゲーム、我慢しようねということで、ルールを作るようにしましょう。次お願いします。そういう中で、悲嘆や喪失、悲しいな、寂しいな、こういう気持ちですね、いろんな喪失、そういう悲しいっていう気持ちがあります。繰り返しですが、先生やクラスメートで、例えばですね、中学生とかだと部活動ですよね。一生懸命部活動をやっていたんだけども、なんか4月からまた、行けなくなっちゃったとか、あと、小学校でも、クラブ活動たくさんありますね。楽しみにしていたクラブ活動があったんだけども、行けないなっていうところ、そういう悲しみ、寂しさもあるかなと思います。あとは、いろんな学校のいろんなイベントですよね。これから、いろんな、遠足であるとか、課外活動、入学式もなくなってしまいましたね。いろんな発表するチャンス、頑張っていたもの、そういったもの、行事も今なくて、寂しい思い、辛い思いをしている子どもたちも大勢いると思います。そして、何よりも、当たり前だと思っていた、いつもの暮らし、安心で、普通に学校に通って、普通にお家に帰ってきて、で、普通に街に出て行って、いろんな楽しいことをするっていう、いつもの生活もないで、なくしてしまっている状況があります。あとは、家族の外のご親族、おじいちゃんやおばあちゃんとの集まる機会、あと仲の良い、その他いろんなご家族ですね、こういった方々と会うチャンスも、今失われつつあるかもしれません。私は今沖縄におりますが、今4月にこの収録というかね、この録画をしてるんですけども、沖縄で4月っていうとシーミーというご親族の皆様が集まって、みんなで
一つのお家に集まって会食をしたり、みんなで集まってお墓参りをしたりします。沖縄は亀甲墓といって大きな特殊な、大きなお墓があるんですけども、そこでみんなでワイワイと食事をしたりね、そういう機会あると思いますが、ご家族によってはもうこのコロナウイルスのことがあるから、もう今回はちょっと小さくやろうねと、まあ、あんまり集まらないでやろうねという形に、集まる機会がちょっとなくなっちゃってるかなと思います。そういう中で、子どもたちの中にはコロナウイルス、ご親族の方とか身近な方がコロナウイルスにかかってしまって入院して、遠くにいるんだとか、あとはそういう中で残念ながら身近な方が亡くなってしまうっていう子どもたちも出てきてるかもしれません。そういう中で子どもたちの気持ちに寄り添う、子どもたちの気持ちにつながっていくっていうこともとっても大事なことです。一つは子どもたちの気持ちにいろんな悲しみとか寂しさ、不安もあると思います。あと怖いっていう気持ちもあるかもしれませんね。いろんな気持ちをそのまま認めて受け止めてあげるようにしましょう。そして子どもたちの気持ちをノーマライズということなんですけども、どういうことかというと、今の時期にそんな気持ちになるのは普通のことだよって、そう寂しいなっていう気持ちが出たり、不安だなっていう気持ちが出たり、そういった気持ちが出ても普通のことだよっていうことですね。みんなそうなるよっていう意味合いです。そういうふうに子供に伝えてあげるようにしましょう。そして子供の気持ちに共感を示します。あ、そういう気持ちがあったんだねって、分かってよかったって、気持ちに共感してあげれるようにしましょう。そして感情の表現ですね。そういう、例えば悲しいなっていう気持ち、そういう気持ちがあったら、泣きたかったら泣いてもいいんだよって励ましたり、OK を、感情を出してもいいよって、泣くのは大丈夫だよっていう形で、子供に感情を出す、悲しみを出すっていうことの OK を出してあげることも大事です。そして最後に、身近にいる親御さんや養育所の皆様が、私たち大人が泣きたくなったら子供と一緒に泣いても大丈夫です。子供たちは私たち大人が感情を出す、泣いてしまうっていうことを見るっていうことで、逆に子供たちは、あ、感情って出していいんだ、悲しい、そういう涙って出して OK なんだっていう形で、子供たちが学ぶことができます。そして子供たちが、あ、感情は出していいんだっていうふうに自分で自分に OK を出すことにもつながります。そうすることで、子どもたちが感情を出しても大丈夫だ、安心するっていうことにもつながります。では次、白川さん、よろしくお願いします。はい、それでは東京で精神科医臨床心理士をしている白川と言います。今から子どもにコロナウイルスのことについてどんなふうにお話をするかをお話しします。まず一番大事なこととして、子どもに話すときは、子どもの年齢や個性に合わせた話し方をしましょう。子どもがニュースに触れる機会を制限します。テレビやスマホ、その他どんな画面であっても、子どもが見ているものをチェックして、なるべくコロナウイルスのことばっかり見てしまわないようにすることが大事です。これは、東日本大震災の時に津波の映像をいっぱいいっぱいテレビで見た人があまり心の健康が良くなかったっていうことで証明されるので、なるべくチェックしてあげましょう。あと子どもとそういうことについてお話す時にはしっかり時間を決めて、でそしてこういう時を選んで、そのことのための場所、そのことのための時間をしっかりとってあげてください。子どもが知っていることや知りたいことに興味を持てるようにしてあげます。
で、そこで興味を持ったら初めて子どもが質問をしてきますので、そこからお話を始めていきましょう。言い方なんですけれども、例えばこんなふうな言い方ができるかもしれません。コロナウイルスはあっという間に広がる病気です。ちょっと病気になるだけの人もいれば、重い病気になる人もいます。しかし、世界中の賢い人たちが話し合って、この問題を解決する方法を一緒に考えています。多くの人が力を合わせれば、その決意は素晴らしい力になります。コロナウイルスの性質に合わせて、日本では社会的距離とか社交距離といって、なるべく人に会わないようにしたり、会っても適切な距離を保つことで、ウイルスを移したり、移されることを避けるという対処法をとっています。解決には時間がかかりますから、我慢強くなければなりません。あるいは、自分たちに焦点を当てて、私たち家族は強いわ。一緒に乗り越えていきましょう。ママやパパ、先生や他の大人たちが協力して、すべての子どもたちが健康で安全にいられるように活動しているよ。とか、世界は今までにも同じような時代を経験してきて、解決策、例えばワクチンとかですよね。そういうものを見つけるまでに多くの人が努力をしてきたんだよ、ということをお伝えすることもできるかもしれません。それから、過去にトラウマを受けたことのある子どもたちについても触れなければいけません。いろいろなお子さんが過去に何らかのトラウマを受けたことがあります。養護施設にいるお子さんたちもそうかもしれません。そういう子どもたちは、ストレスや不安にとっても脆弱です。弱いんですね。で、世話をしてくれる大人を信頼することがとても難しかったりします。だから、こういう時にとっても影響を受けやすくて、不安や恐怖を大きく感じるんですね。で、そして、幼い頃からネガティブな思い込みを持っていて、極端な行動をすることになっちゃうんですけど、そういう思い込みの中には、例えば、私は一人ぼっちとか、私のせいだとか、私は身動きが取れないとか、私は安全じゃないとか、自分の身は自分で守らなければならないなど、たくさんのことがあります。このようなネガティブな思い込みが引き金となって、子どもたちの葛藤が強まることがあります。では、そういう子どもたちにどうしたらいいか、太田さん、お願いします。はい、東京で臨床心理士をしている太田です。今のお話にあったように、過去にトラウマを受けたことのある子どもたち、そういう子どもたちには特別に注意して今この時期接していく必要があります。それからまた、発達に課題がある子どもたち、まあ、いわゆる遅れがあったり、発達の偏りがあったり、そういう子どもたちもたくさんいますね。もしかしたらあなたの、家族や親戚の中にそういうお子さんも当然いらっしゃる場合もあるかもしれません。過去にトラウマを受けている子どもたちだけではなく、そのように発達や、発達に課題のある子どもたち、子どもたち自身がいろいろな日常的なことですぐ困ったり苦労したりしてしまう、そういう子どもたちには今お家の中でいろいろな形で、折に触れ安心してもらう、そういう工夫が必要です。例えばこんなふうに言葉をかけてみてはどうでしょうか。比較的落ち着いている時ですね。まあ、小さい子供であれば一緒にお風呂に入っている時や、食後でちょっとこう気持ちがほっこりしているような時に、ねえ、あなたが今ね、安心して安全でいられるように、
お母さんたちは一生懸命全力を尽くしてるんだよと静かにそばから語りかけてあげたり、それから、まあ、お父さんやお母さん、あるいは養育者の人が、まあ、子どもの目線に、しゃがんで、あるいは隣に優しくしゃがんで、そっとこう肩に触れながらとか、あるいは優しく向き合いながら、私たちはあなたが必要なものをちゃんと用意するからね、大丈夫だよ、何か必要なことがあったら言ってね、どう？例えば今何か必要だ、これがあったらいいなって思ってることある？そのように聞いてあげたり、それからもう一つとても大事なことですけれども、今はね、こんな風に大変だけど、これは必ず終わるからね。絶対終わるから安心してね。また前のようにちゃんと学校に行けるようになるよ。とか友達と遊べるようになるよ。好きなクラブ活動をまたやれるようになるよ。絶対これは必ず終わるからね。こういうメッセージを伝えることもとても大事。それらを繰り返して安心ができるように。特にこういう特別な配慮のある子どもたちには十分に注意しながら、気持ちを向けながら伝えてあげたらいいと思います。それから場合によっては、いわゆる専門家、心のケアの専門家、カウンセラーとか精神科医、教育相談の担当者、そういう人の助けを得た方がいい場合もあります。特にあなた自身や子供が寂しい気持ちや不安、心配、イライラ、それから何か難しい今までになかったようなややこしい、どう対応していいかわからない行動、そういうことにとらわれて、そして、親や養育者がどうしていいかわからなくなってしまう、そんな場合があります。その時にはぜひ迷わずに、専門家の人の援助を求めてほしいと思います。その地域やご家庭によって状況はいろいろ違うと思いますけれども、例えばスクールカウンセラー、学校に電話してスクールカウンセラーとの電話での相談ができないかとか、メールのやり取りができないかとか、とにかく一度何かの形で、助けてほしいんだというようなことを自分の方から遠慮しないで、伝えていく、そういう勇気を持っていただきたいと思います。今すでに、セラピーやカウンセリングを受けている、そういうご家庭の場合は、今つながりにくくなっているとは思いますけれども、インターネットやメール、電話などで再び、相談の継続ができるように、いろいろ専門家の人たちも工夫しています。ですから諦めないで、ぜひ専門家のセラピストや相談の担当の人たちとの継続した援助を、それをどうぞ求めてください。向こうから連絡がない場合は、どうぞこちらから連絡をしたらいいと思います。そしてまた、そういった専門的な治療、心の治療の一つに EMDR というものがあります。ちょうどこの写真が EMDR の写真です。子供が
カウンセラーさんの指を見ていますね。カウンセラーさんが指を左右にゆっくり動かして、それを目で追ってもらう、そういうやり方です。あるいは目の動きだけじゃなくて、軽く膝や手のひらを叩いたり、音を聞いてもらったり、そういった脳に直接働きかけて、なんか辛い気持ちや怖い気持ちして、いろいろ思い出してしまう、思い出したくなくても思い出してしまうイメージや嫌な考え方、そういったものを和らげる、そういうやり方もあります。それは子どもに役立つだけじゃなくて、親御さんや養育者の方にも過去からつながっている辛い出来事があってまだ解決されてない場合、そういうものが今のストレスの環境の中で、いつも以上にひどくなったりする場合もあります。また今のストレス自体がとても対処できない、そんなように感じてらっしゃる方もいるでしょう。そういった親御さんや養育者の方も受けられる、そういうセラピーです。また EMDR に限らず、さまざまな専門的なケアを受けることで、今のこの状況の中でのね、とてもこう圧倒されている気持ち、不安な気持ちとか怖いとか、それから何かいつ必要以上に起こりやすくなって怒りが出てきてしまうとかですね、そういった扱いのしにくい感情を和らげたり、自分でうまくコントロールできる、そんなふうに、助けてもらうことができます。どうぞ専門的な援助を求めることをね、恥ずかしいと思ったり遠慮して自分で抱え込みすぎないように、どうぞ必要な時には積極的に、援助の手を求めてください。今は日本だけではなくて、ご存知のように世界中でこのコロナウイルスで、突然大きな危機にさらされている、そういう状況です。その中で、親御さんや養育者の方が目の前の自分に関わりのある一人一人の子どもたちを支援しながら、助けながら、そして、皆さん自身、親や養育者の方自身が希望やセルフケア、自分を大事にする具体的な方法、そういうものを大事にして、日常の中でぜひやっていくようにしましょう。そしてとても大事なこととして、他の人とのつながり、今までのつながりを切らないように大事にする、うん、新しい援助のつながりも必要だったらそういうことも求める、そのように自分の内側にある、リソースや外側にある利用できる、そういう援助、そういったものを、それらも使いながら、ぜひ子どもたちを励まして支えていきましょう。子どもたちの力をさらに、強めていけるように応援しましょう。こんな風にして、応援されると、支えられると、子どもたち一人一人は自分の中の力を一層強めてくれます。そしてその力を持って今の困難な状況を乗り越えていくことができます。そしてそれはさらに今後子どもたちが向き合うであろう、そういう苦労や大変な困難な出来事を乗り越えるときにもきっと大きな力となってくれると思います。どうかこのビデオが皆さんのお役に立つことを願っています。はい、太田さん、ありがとうございました。それでは、
これがグローバルチャイルド EMDR アライアンスからの情報でした。皆さん力を合わせてこの時期を乗り越えていきましょう。それではさようなら。